はい、どうも、かとちゃんです。いきます。5月18日木曜日、作業興奮その興奮じゃないよまあ、作業興奮って何ぞやっていう話なんですけど、あの、やる気が起きずに、手が仕事に手がつけられないと言ってるじゃないですか。そういう時に実際に体を動かしてみるって話なんですよね。やる気がないんだけども、やりたくないんだけど、もう取り掛かってみようみたいな。で、体を動かしてみようと。そうすることによって徐々にやる気が出てくるということなんです。これがまあ作業興奮って言うんですけど、ぶっちゃけそれができないんですよ僕めんどくさーいって、僕もこの悪い口癖のめんどくさーいが出るから、めんどくさいって言った時点でもうね、もう重い腰が上がらないんですよ、リストだから本当にあの今回の作業興奮とか、もうとりあえずもう体動かすとか、もうずっとバッタッとかっていうか、もうちょっとまあとりあえず立ってみようかみたいな、まあ、そういうとこからその多分全体像、もうあ、こうせん、もう工程とか全部見ちゃうからめんどくさいって思っちゃうんでしょうね。だからもうそういうのも取っ払ってとりあえず動くということですね。もう何も考えずに動けと。だったら、あ、じゃあもうせっかく動いたんだら、じゃああれはやっとこうか、あ、じゃあもうこれもやっとこうかっていう、もしかすると段取りがそこまで良くないかもしれないけど、でもやらないよりやったようがマシということで、そうですね、そういう感じでとりあえず何も考えて動きます。ではまた明日、バイバイ。